るけどって何やねん。分かりづらい。もう一回どっちだね。さあ始まりました寿司トーク。天ぷらこと大村です。藤山こと撫川です。早速じゃあ今日も11回目を数えますよ、トーク。コメントの方を読んでいきたいと思いますが、はい、今回は何のコメント？トークのシャープ7ですね。ミンポコさんがいらっしゃった。ミンポコが初めて来た時のね。SUPE スペさん、ミンポコ登場で国民のジッポコが反応しております。反応したんだ。そのトークってね、綺麗な右肩下がりで視聴者数とか視聴者回数が減ってったけど、はい、民放で持ち返した。またすぐ駆け上げヒストリーで下げたけど。ノリノリさん、はい、女性が入ったから絵面綺麗になるかと思ったらさらに汚くなってる。さらに汚くなってるんだ。まあ、こういうのもなんか民放のキャラだとさ、うん、生きる。許されちゃうよね。この女性、オムられたんじゃね。単語作るな。なんだオムられるって。ミンパコしたねだと。ひどい言葉を作ってきますね皆さん。寿司ボーイズきっかけでツタヤ行って千鳥とトータルテンボスでやってる DVD やから見たら、藤田さん普通に大喜利うまくて逆にがっかりした。ダメなんだ。まあ確か下手なところもあるし、たまたま上手いとこ行ったのかな。そうそうそう、覚えてないけど。と久々さん、うん、集まれーを今後も使い続けて、トゥーリオをゲストに呼んで。あ面白いね。面白い。本家の集まれでね、集まりたいね。俺もイメージでやってるだけだから、うん、最初もう板付きで始まったトゥーリオがここにいてさ、なるほどね、キョロキョロして、うん、集まれって言ってもらって俺らが純正集まれもね。うん、うん、あいいじゃないですか。SHMAT さん、うん、コメント呼ばれた人の中でも気になった人と飲みに行くっていう企画はどうですか。あー面白いねこれね。まだオフ会的なことだよね。そういうことだね。うん、そういうのありかもしれない、うん、あ、お前が麺屋花火さんなんだ。そう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 。麺屋花火ね、名前覚えた俺。さあということで今回はこれぐらいにして、コメントね皆さんありがとうございました。さあなんと今回アシスタントをね、前回民泊を呼んだ時に、まあ、応募をさせてもらったじゃないですか。来てくれたんですよ、応募してくれた人がね、はい、その中から一人を厳選して呼んでおきました、うん、この方です、どうぞ。よろしくお願いします。あらあらあら、よろしくお願いいたします。お名前がですね、あかねさん。なんとシンガーソングライターみたいです。明るい香る音、はい、ね、まさにシンガーソングライターになれと言わんばかりの、うん、これはシンガーソングライター名ですか。本名です。本名で、本名 で音が入ってるんですね。音が入ってます。じゃあもう本当に名は体を表すというね、表すという感じで、うん、お父さんが音楽やってほしいって言って、でも3姉妹だけど私だけ音が聞く、おいくつなんで、いろいろちょっとね、そうですね、何の予備知識もないからいろいろ根掘り葉掘り聞き出しちゃっていいですか。お願いします。平成元年の29歳です。元年でしたか。元年でもう29、はい、あ、そうか、30年で終わる。今年30年だもんね。そうか、じゃあもう終わる、今年30歳だ。はい、そうです。どちらから今日来ていただいたんですか。今日は神戸から。神戸と書いて神戸です。大体そうでしょ。お、神のね、戸棚と書く。見ててくれたんですか。いつも見てます。うわー、ありがてー。そもそもどういった感じでは寿司ボーイズに、こう最初は、うん、もともとトータルテンボスさんが高校生の時からずっと好きで、あ、我々が節税対策でやってるトータルテンボスの方から入ってたんですか。あ、そうから。そうなんです。で、音楽始めてから、忙しくなってあんまりお笑いとか見なくなって、うん、で、たまたまそのカジサックさんがすごい面白いっていうのを友達から聞いて、でそれをたまたま見た時にコラボされてるやつで、はいはい、で寿司ボーイズってなんだってなって検索したらすごい面白くて、でハマって、今はもう寿司ボーイズばっかりはずっと。なるほど。見てます。カジサックの方は最近はもう見てない。こっち来ちゃったんだ、ありがたい。好きな回とかあります。好きな回は寿司ボーイズの
あの藤山さんがオーディション受けてるやつ、うん、あれラブリーダン神戸から来たって言うてるけど全然関西弁で言うてるけど言うてるけどって何やねんいい品だよそんなやつそんな関西弁いい品だよ全然でも関西弁でないですねあ頑張ってる感じですかいや昔からあまり関西弁でなくて、うんなんか NHK をちっちゃい時に出てたからお母さんと一緒とかの影響で関西弁喋らなくてでお父さんに関西人やから関西弁喋れって怒られたんですよ。でも大切に育てられてる感じしますね。うん、そうですか。やっぱあれですか、結構いいところですか。いや神戸の本当田舎の方で山とか川とか。おーそうなんだ。イノシシとかも平気で出ますもんね。神戸の田舎の方いいとこですよね。またね、うん、でも不便です。車の免許がないと生活できないんですけ ど原付しか取れなかったから原付乗ってんだ。ちょっとねこんなこと聞くのはあれですけど、うんまあ、見てる人もちょっと気になったと思うんですけど、うん、原付の車種って何ですかね。なんじゃねえ気にもなってないし、もなんジョグだよ。ジョグなの意外だな、おい。ヤンキー車じゃねえかよ。なかなかジョグじゃねえだろ。気になってましたけど、なんですか、そのなんか。これはですね、私、オートバック絵も描くんですけど。えこれ、デザインですか、あかねさんが。そうなんです。私のキャラクターで。おっさんうさぎ。そうなんです。おっさんうさぎの眉毛っていうキャラクターで、いろいろグッズを作ってるんですけど。すごいな。なんか、密かにちょっと人気。で、うん、これはあの江頭2時50分さんをちょっとモチーフにイメージしてんだ。おっさん本当この下はあのタイツの。あ、本来設定上、ね、設定上、はいはいはい。で、これを今日皆さんにうわプレゼントしたいなと。マジでうわうわ、これで出勤しよう出勤ってあいいっすね、なんか入ってる。私の CD がうわうわ、本格的。あ、手遅れは雨のせい一人ぼっちのダンスセンスいいっすね。本当ですか。これはあの恨みつらみの詰まった恨みつらみが詰まってんだ、これに。あれがいるんですか、モデルが。あ、そうです、そうです。実体験で。そうです。あったんだ、ひどい。はい、ひどい仕打ちがちょっとね、ちょっとじゃあせっかくなんでね、女性なんで、あのその恋愛とかも聞いてみます。そうだね、はい、今はどうなんですか。30歳になる年ってことは、うん、いいお年頃ですから、はい、ご結婚もされててもおかしくない。してないです。してない、うん、彼氏の方は。彼氏もいないです。いない。あら、はい、あらどうしたの。え、ちょっとそのなんかどういう恋愛してきたんですか。そのすぐ裏切られる、依存されたりとか、うん、浮気とかもされたんですか。されましたね。それがあのさっきの君のこと好きだった。なるほどね。なんで分かったんですか。携帯が変わってて、で、まあ、その時からなんかいろいろちょっともう揉めてたんです。遠距離じゃ遠距離だったってことですね。でも東京行く時にあの事務所の話があって、うん、で私はもう行きたくないって言ってて、東京 に東京にも住みたくないって言ってて、いや、まあ、田舎育ちだから多分暮らせないのと、人混みが嫌だと。そうなんです。あとは遠距離は無理。彼氏と一緒にいたい、うん、近くにいたい。そうです、うん、で、俺もそのうち行くから先に行っとけみたいな。お、彼氏は先行けよと。そうなんです、うん、でもそれを信じて行ったら、うん、なんかあさりなんか違う子がいて、うわーもうだからその行けよもういたからね、その時にいたんだいたんでしょ。それだったら私はもう別れるみたいな言ってたら、じゃあ別れようみたいな。早かった。待ってよって来ると思ったら。そうなんです。分かったみたいな。こんな簡単な感じなの？うん、どんぐらいお付き合いされたんですか、それ。2年くらい。2年も付き合ってて、そんなあっさりってどういうことみたいな問いただしたんですか。うん、いや、それで一旦終わったんですよ。はいはい。でもやっぱり無理だみたいになって、うん、でそのなんか別れる付き合う別れる付き合うみたいなことが。うん、何回か会った間にその携帯が変わってて、本人の言い分としてはもう別れてると。ああ、なるほどね。別れてるからもう問題はない。問題はない。でもなんか明らかに私はちょっともう、まあ、別れてる別れてないもうどっちでもいいけど、
なんか誰かいるでしょみたいな感じで、そこだけはっきりしたいと。そうなんです、終わってて、で、夜中に携帯を見ようと思って、見るんですよね、女性は。番号変わってたけど、なんか一生懸命考えたら一発で開いて、あの桁数が増えてたんです。一発だった。桁数が増えてたんですけど、暗証番号の。レイトンやん、もう。レイトン教授だ。開いてパッと開いた瞬間に、知らない女の子と女の子一人でこう写って写真が出てきて、あ、ダメだと思って、で、夜中にわーって起こして、俺はね、でもね、もう数々見られてきましたけどね、見られるたんびにその言うことあるんですよ。まあ一応プライバシーじゃないですか、携帯の中身って。お前がしたことはこういうことだよ。例えばね、俺が電車に乗ってるとするよね。満員、すごい満員でもなくガラガラでもない普通の入りぐらいの電車に乗ってたとしよう。じゃあ隣にね、ものすごい体のラインがはっきりわかるピッチリしたすごいセクシーな服を着た女性が来たとしよう。でお互い立ってたと、ああたまんねえなと思って俺がケツ触っちゃったとしよう。犯罪だよね、ケツ触って犯罪だよね。痴漢だね。でもケツ触ってるだけじゃ飽き足らず、めくり上げちゃったとしよう、スカート。そしたらよくわかんない、よくわかんないけど俺のパンツを履いてたとしよう、うん、俺が朝まで履いてたパンツを履いてたとしよう。したらそれ見つけて、おい何俺のパンツ履いてんだよって、切れてるみたいなもんだよって言う。分かりづらい。これは本当にね、あのこう二十歳ぐらいの時からこの例えずっと使ってたから一回もそのね、とこない。まず悪いことしてるのは触ってる方でしょっていうのを言いたいだけなんだけどね。ずっとポカンとされる、ね、ポカンだよ、ね、あのだから、例えて分かりづらくなるってなかなかもう見られたくないっていう根本的に人もいるわけだから、何にもやましくなくても大体が男はやましいんだけどね。それがひょんなことからそういうの気にしないことを触れ合っちゃった時に楽そうみたいな。あ、そうだね、相手がねすごいグイグイ急接近っていうパターンもあっちゃったかもね、うん、で経験を繰り返して、だからこのいい CD ができたんだし。そうだね、そうですね、おお。全部歌にします。すぐね、そういうの歌になって仕事になるからいいよね。うん、まあね、そうだね、経験が辛いことあったら全部死にかけるしね、うん、我々もね、嫌なこと辛いことあったら、うん、それネタになるもんね、うん、ネタ考えたことねえだろ。ねえよ。そんなことをネタにしてねえし、まず。そうだよね、聞けたりするんですか。はい、鍵盤持ってきました。いいの、はい、さあ、早速スタンバイしてもらいました。これ自前のキーボードですか。そうです、わざわざ持ってきていただいてね、これをほんとスノボのね、棒のを担いでみたいに持ってきて持ってきたからびっくりしたよね、はい、ちょっとジュニアたちも聞かせてもらっていいですかね、一緒に、はい、おい、集まれートゥーリのか、お前、おい。お、集まれー。じゃあ何というタイトルの曲でしょうか、はい、欲張り少女という曲。欲張り少女、はい、どういう曲かな、ね、ね、何を欲張るんだろうね、メロディーとかどんな感じだったの。いやいや、聞けばいいだろう。あ、そうか。それでは、あかねさんで欲張り少女です、どうぞ。ちょっと待って、もう一回言っていいですか。何が間違ってんの、全く分かんないよね。めちゃ良かったけどな。もう一回もう一回お願いします。何か違ったのかな。分かりました。それでは仕切り直していきましょう。あかねさんで欲張り少女です、どうぞ。Thank you.
ったね。もう一曲だけじゃやった。長えよ。曲でいいんだよ。こういう時で一曲で同じ曲を何回も。一曲でいいんだよ。こういうのは。歌舞伎どう思った？あ、すごい。いい曲だなと、あとまさかのフルコーラスなんだなと思って。フルコーラスでしょ、当たり前じゃん。何どういう曲は、いやもうすごいやっぱ声がね、あのなんでしょう、もうすごい綺麗で透き通った、もうなんだろう、もう超えてくる感じですよね、声が奥ね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。どう？いや本当に藤山さんが歌お上手だなと思って。俺かよ。途中でハモったのでめちゃくちゃ歌お上手だな。ハモってハモりうまいな。はい。そこの発見がありました。すぐハモってきたでしょ。はい。めちゃくちゃお上手でした。演奏ももちろん。いやもう彼女褒めた。そう。どんな気分今？今月に行きたい気分ですね。お、ってことは？ゴーチューサム。どんな気分、ゴーストザムーンでいいんだけど。ピアノの弾き語りってね、あんまり俺、ギターがなんか弾き語りって言っちゃ多そうだけど、いいよね、こう聞いたら。いいよいいよ、やっぱり。やっぱ鍵盤前したらお前はやっぱ全力少年弾きたくなるんじゃないの？ちょっと行きたい。いやいや、全力少年。俺、徳田くんじゃねえんだよ。弾けねえし。いや、でもありがとうございました、本当にね。わざわざ。なんか俺になんか持ってきますか？なんか欲しいものあります？欲しいものがあればですけれども。キーホルダーどうしたの？まあこんなのもいいし、なんでもいいですよ。シンガーソングライターでね、こう夏とか路上とかでやるときは眩しかった、ね、あ、目はね、やっぱやらないと一番弾いてるときにどっちの手で弾くか分からなかったら、これをもう指にかけるっていうのもあり。左と右にどっちが右か、どっちだっけ、左だってみたいね。え、でもこれがいいです。これがいいの？右左欲しいです。どっちがいい？右左セットでいく？いいんですか？そうしたら右左セットの方がいいんじゃない？いいでしょう、あげましょう。ありがとうございます。何かに使ってね。はい、ここさせれるのかな。あ、左にね、左と右で、はいはい、あ、いいじゃんいいじゃん。あ、右で、あ、いいじゃん。お守りにしてくれてもいいし。ありがとうございます。今度からこうします。何それ言うからね。ということで、今回のアシスタントはあかねちゃんでした。ありがとうございます。ということで、また来週、さよなら。